はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。みのけんじです。さあ、バイオハザード RE2、続きをやっていきましょう。さあ、ウエストエリアに行けるようになったんでね。行きましょう。ウエストエリアで抗ウイルス剤を入手する。さあ、行くぞ。サイドバックのね、最後も手に入れたんでね。だいぶ。1、2、3、4、5。今5個持てるね。はっ、びっくりした。え、ビデオ、あ、ビデオデッキあるじゃん。あ、なるほどね。変調器使えってことか。 OSS ね。ずれてるかな。オッケー。で、これで電気がついて、ビデオデッキが使えるよと。これいらないんだ、もう。さすが、ね、98年発売だな、ビデオデッキ。DVD も確かまだ、ちょうど、いや、でも出てたかな、DVD も。まだ、うちはまだまだって段階だったけどね。お、特殊部隊、ハンクかな？マーキー博士、我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。ああ。何を考えてる？生きて連行しろという命令だ。突入しましたが問題が発生。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。了解。サンプルを回収します。撤収だ。なるほど、なるほど。この時もう GV ですが、体内に入ってるはずだよね。何も言うことないんかーい。生体実験室。OK。こっちに行くしかないか。いや、なんもないな。何もないね。消毒されてる。ん？待って、取り忘れてるのがある。ん？こっちか。あったあった。見逃してたん。で、まっすぐか。おお、やべえ、やべえとこに来ちまった。うん、おお、こいつはやべえぜ。
アイテムボックスあるじゃん。セーブできて、あ、うん、どうしようかな。硫酸弾作るか。あ、いいもん、めっけ。こんなもんかな。あれ、ちょっと待ってよ。やはり生体実験室か。もうないもんな、ここ。探索完了だ。あれ、生体実験室になんかあったか。ちょっと待ってよ。あれ？あ、ブルーファーか。もうすでにアイテム取り切ってるんだが、現在はどこですか？あれ？全部探索終わってるんだけどな。え？他に行けるとこある？ウエストエリア。それらしいものはないんだけど。あれ？これかな？いや、何もないな。これも見たしな。お？あ、これか。ダメだ。なんだろうこれ。これってもしかして？まさか。そのまさか。嘘。やった。これね。そのまさかでしたね。よかった。オッケー、シェリーの元に戻りましょう。シェリーに届け。何事もなく戻れるか？なんか来そうだよね。大丈夫？ほらしつこいわね、ウィリアム。もう終わらせるわ。お、氷結弾。私の夫だった。G は私の傑作なんだ。
ウィリアム。もっと早く殺すべきだった。でもどうしてもできなくて。当たり前でしょう。お互い結婚より仕事を優先してた。シェリーのことはよく一人にできたわね。地獄のような街で。あの子のいる世界に G ウイルスをばらまくわけにはいかなかったのよ。おい、ちょっと待って。ちょっと、やばい。おお、大丈夫か。かろうじて生きてるみたいだけど。私がやる。バトルだったっけこれ。あなたに何ができるっていうの。やってみなきゃわからないでしょ。油断しまった。マシンピストの歌を待ってくれよかったな。止めるまでは私を信じて。ここで決着をつける。回復薬もう一個持ってくるべきだったな。回復救急スプレーブラウンケンジャニ先行。はいはい。よいしょ。先行持ってくれだったな。思ったよりも先行が効くと思うんですよかった。救急スプレーあった。
まだでしょ。さすがにまだじゃない？こんなあっさりじゃないでしょ。対象の無力化を確認。あれ？こんなもん。動きが遅い分、前の携帯の方が厄介だったな。拾うものは、先行、あ、先行あったじゃん。もったいねえことした。G の時には先行結構いいね。動きが止められて、いい感じ。シェリーの元に戻る。あ、戻ればいいっけね。はいはいはい。さてさて、あ、こっちか。もう一回 G なかったっけな。裏だっけそれ。 G ん1あれ 5?4? どっちだっけな、最終形態。5だったような気がするんだけど。まあいいや。さあ、シェリー。今行くぞ。意外とあっさり終わってしまったな。あれ、あんなもんだったかな。リロード。さあ、参りましょう。あ、こっちか。すまん。お、なんとか大丈夫かな。シェリー、アネット。シェリー、具合はどう？大丈夫。ママこそ苦しそう。ママ。大丈夫。そのモニターを見せて。シェリーは助かる。すぐには回復しないけど、G ウイルスは消えてるわ。今の聞いた？さすがにちょっと無理だよな。助からないよこれは。ママどうしたの？あいつに襲われて。私なら心配ない。娘を連れて行って、お願い。お、ごめんね、シェリー。これでエレベーターが使えるようになるか。あなただけは助かった。置いてかないわ。警告、レベル4ウイルスの不正な持ち出しを検出しました。施設封鎖開始します。まずい。自爆装置が作動したの。ジウイルスの漏洩を防ぐために。お願い、娘を助けて。いや、シェリー、ママにさよならして。さあ早くさよならして。ねえシェリー、ママはね、
あなたを愛してたの。早くここを出ましょう。急いで。お守りって本当ね。クリアがいてくれてよかった。その話は後でしましょう。急がないと。早く。よし。オッケー。歩けそう。さあ行きましょう。せかしたくはないけど、行かなきゃ。さあ行くぞ。そう、シェリー。回復薬がめちゃくちゃ余った。ハンドガン取り忘れたのちょっと心残りだな。うわ、すげえ、なんじゃあれ。あの、クレア。何？親切にしてくれてありがとう。助けてくれた。クレアに会えてよかった。私もあなたに会えてよかった。でもお礼を言うならここを出てからね。よし、行くぞ、シェリー。なぜかナイフ。まだ敵出んのかな。逃げるよ、シェリー。あれ、爆発まで。お、10分10分。シェリー逃げて。逃げるよ。むしむし。ちょっと待ってね。ナイフだけ捨てて、一応取って、いくぞ。さて、まあいいか。おう、ガウ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 。このドア、あ、なんで開かないのよ。ちょっと待って。お、マジか、シェリー。何を反対側から開けられるかも。え、もう最悪ね、あんたたち。爆発まであと9分。とりあえず、動けなくしておいて硫酸弾作っておいてよかった。再生はするけど、時間は稼げるからね。もうちょいか、よっしゃ。ナイス、シェリー。行くぞー。さあ、行くぞ。ゴー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 。押しまず使う。シェリー、ついてきてる。走るのは得意。頑張って。あともう少しよ。行こう。ゴー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 。ちゃんと取って。試してみる。
あと8分。あれ、ちょっと待って、なんかが足りない。あ、ミニガーン枠2つ。ちょっと待ってね。ね、ミニガン。最強の銃が来たぞ。あれ、物がない。あったあったあった。ジョイント、おー、マジかーい。そう。どうするの？列車を動かさないと。あなたはここにいていい？わかった。ここで待ってるね。いい子ね。気をつけて。大丈夫よ。さあ、って行くぞ。オーケー。オッケー。なんとか動いたみたい。よし、これでいけそうね。クレア。お、レオン。レオン。あなたなの？ああ、だがここはもう持たない。クレア、今すぐ脱出しろ。いいな？脱出路は見つけたわ。きっとなんとかなると思う。あなたはどこ？クレア、聞こえるか？レオン、よく聞こえない。俺に構うな。早く脱出しろ。レオン、レオン、何なの？まあいいや、行きましょう。急げ急げ。もう一回 G 戦あるな。最後の最後で、おー、来たー。最終兵器、最終、本当の最終兵器なんだけどな。爆発のあと6分。どこだ？あった。あった、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 あった。てテンション、テンション。
痛い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 。オッケー。よし。オッケー。ふう。よっしゃ、オーケーオーケー。よーし、無事にクリアね。裏だと確かこの後また G が襲ってきたはず。まあ表だからこれはないね。その時確かロケランあったかな、最終的には。裏では、ここを出たら何がしたい？クレアの家に行きたい。いいよ、シャワーも浴びたいしね。だね。やだ、匂う？本当だ。お、クレア。はい、レオン。レオン。よかった、無事で。大丈夫だって言ったろ。そうね。よーっしゃ。クレアン。さあ、次はレオンの裏辺だね。レオンは確かデザートイーグルとか。レオン、あ、ショットガン、レオンはショットガンあるのか。火炎放射も確かレオンあったような気がするんだよな。いやー、楽しみだね、裏辺。ちょっと心残りは武器あれだね、ハンドガン取り忘れたのと、あとなんだ、なんかもう一個あったような気がするんだよな、取り忘れてもうた。スタンガン、スパークショット、ショットガンか。クソの役にも立たなかったっていう。グレネードとハンドガン、サブマシンガンでよかったっていう話。なんとも悲しいことで。悲しみの。
とは次はレオン編だ。楽しみだぜ。そっかそっか、クレア編とレオン編で備品保管庫の武器変わってたっけ。さすがにね、20年ぐらい前だからね、やったの覚えてないわ。エンディングが長えな。まあとりあえずこのまま流しとくか。この辺は編集でスキップすればいいかな。お、うえ、さあクリア。セーブ12回、 B ランクか。ゲームモードね、途中でアシステッドにな、間違ってしてしまった。あそこのシェリーを操るときに何回か失敗してしまって、これがねちょっとやっちまったなって感じ。オーマイガーって感じだよな。だからあんなに、まあ最後結構楽だったんだけど。途中で変える予定なんてなかった。間違って変わっちゃったっていうね、なんとも言えないんだけど。くそー。よし、そんじゃまあとりあえずクリア編クリアってことね。表の方、次はレオンの裏編やっていきたいと思います。まあちょっといつ更新できるかわかんないんですけどね、必ずやりますのでよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは次はレオン編裏でね、お会いしましょう。